こんにちは、土の子です。今日は10月15日バチトレールセンターやっていきましょう。今日はハロウィン台がめちゃくちゃ多い日ですね。これ撮ってない台ありました。ニッキーさんとアシュリーさんのちょっと仮想的なやつだね。あと猫くんも、あとはポケモンのハロウィンバージョンも来てるぞ。かわいい。さあ撮れてない台は他には、ファミコンカセット台ですかね。取れてなくて、そしてこれもめっちゃ大変そう。右上1個残り。さらにポンタ君の一番角が取れてないですね。ということで今日はまずはアシュリーさんを取っていきましょうか。確かお手紙を間に入れようとして僕失敗したような気がするな。なのでお手紙をちょっと落としていきましょう。ポンポンと落として、そう掴んで、あー右は干渉しないかな。そこ落としてくれ。オッケー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 、これで大丈夫。そして猫くんを取る。まずは猫くん取って2つを落とす。これで重りがなくなってオッケー。いいぞ、大丈夫だね。さあ残りはアシュリーさんのみ。頑張っていきましょう。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーは、なんだろうこれ、ポケモンかな。ちょっとうっすらでよく見えないけど、まあ真ん中このポケットでしょうね。うん、弾いていこう。ほい、右側をポン。さあ次は奥で大丈夫かな。ここ、ほい、奥に入れて2個。よし、いいぞ。もう一回あそこの奥に入れていきましょうかね。ほい、こんな感じ、ポーン。よーし完璧、いいぜ。4手コンプできたよ。またあのポケットに入れておきましょう。ほい、トン。2枚かな、11枚。どうだ、あ19枚か。カモン。おお、やった、2プレ無料。これは嬉しいね。よし、行くぜ。これは、お手紙を押し込んで、まあ、オッケー、しょうがない。これは取れなくても仕方がないね。あと、アシュリーさんを落とさなければオッケー。行くぜ。変なのやめてくれよ。重たくて上がらないとかやめてくれよ。うわ、やばい。あ、よかった、大丈夫か。よし、オッケー。髪が甘いと思ったけど大丈夫でした。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ行くぜ。ポンタ君狙っていこうか。3枚あるから5手あれば多分セオリー通りにうまくやればいけると思うんだけど、ミス1ミスもできないぜ。行きましょう。はい、え、あ大丈夫かな。よかったよかったよかった、大丈夫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 。よし、あの角がちょっと気になるけど、はい、くるっと押して、おい嘘だろ、マジか。いやこれは可動押ししてずらせるんじゃないか。これうわー、ずらせなかった。ずらせなかった。ちょっと待って、よく考えよう。角を押して、あの出っ張ってる部分がどう作用するかだよね。右側落ちてくれるかな。いや止まるよねこれ。箱づかみしないとダメか。行くか、箱づかみ取れないよな多分角押しじゃ。よし行きましょう。見せてあげよう、ラピュタの雷を。はい、どうだ。悲しみの、いや嘘今絶対言ったと思ったのに。なんだこれ。なんでこんな斜めになってんだよ。もう取らせる気ないだろう。はあ。絶対に取ったと思ったのに今の。
はい、それじゃあ今日のミーバスコネ行ってみましょう。土管からハートが吹き出してるっす。押せばハートの泉湧くっすね。動きのあるデコにリスペクトっす。コーラス目もいい味出してるっす。いいね、ハートの泉。テーマのマリオとバッチのマリモがいい感じにコラボっす。パックンフラワーが出たり入ったり、デカバッチの使い方がうまいっすね。なんかオープニングみたいな感じだね。踊ってる感じ。レントゲン写真みたいですね。異常なしみたいでよかったっす。これすごいね。ほんとにレントゲンみたい。いっぱい左右にもあるぞ。マントマリオで空を飛べば楽勝でゴールって巨大扇風機？向かい風で前に進めないっす。なんだっけ、カラースプラッシュかなんかに扇風機のカードがあったよね。あのカード懐かしいな。みんなで大縄跳び、これやりましたね。ということで、結構久しぶりになっちゃいましたね。バッチ取れるセンター、また次回も、取ってないバッチあったらやろうと思います。よかったらまた次も見てください。土の子でした。